月光寺は、山梨県富士吉田市下吉田に所在する寺院。臨済宗妙心寺派の寺院で、山号は、水上山。本尊は、地蔵菩薩。所在する富士吉田市下吉田は、山梨県南部に位置し、市域を流れる宮川の北西岸に立地する。富士吉田市域では、自宗寺院の最念寺と並び、御朱印地を有した、有力寺院。海の国史によれば、かつては、下宮浅間神社の祈祷所であった、天台宗寺院で、小光院と呼ばれており、後に廃絶したという。海の国では、中世に、臨済宗光岳寺派の本山である、円山光岳寺が開かれ、各地に、臨済宗を布教させていたが、開祖抜け体得価値の奉仕である、絶学祖能は、鶴郡下和田で花井寺を開いた後、上吉田において、小春庵を開き、富士道社から勧進して、小光院を再興した。小光院は、臨済宗寺院として月光庵と改め、光岳寺に属し富士北麓における拠点として、富士道社に領宿と上府を提供するご私的役割を果たした。なお、海の国社記、寺記では、日本穂高以来の霊場であったとする伝承を伝えつつ、再興を室町時代の応永2年であるとしており、富士北麓の年代記である勝山記では、戦国記の享禄2年に、月光寺住職が光岳寺の輪番を務めた記録を記している。治療の寄進や安堵の書状は残されていないものの、天正19年には、加藤光義から、下吉田に二国を寄進した加藤氏版元状の写しがあり、国史によれば、小林尾有神の孫坊から、他八国余りを寄進され、慶安2年には、将軍家光から治領16国を安堵する、朱印状を得たという。江戸時代には下吉田の現在地へ移転する。寛永年間には、江戸の海禅寺から前進聖越が入寺し、臨済宗妙心寺派に転派した。小春院や小岳寺など市域をはじめ各地に20か寺の末寺と十数軒の門前町を形成し、富士北麓最大規模の寺院となった。享保11年、文化年間、天保8年など、数次の火災により、伽藍を焼失している。江戸後期には伽藍が再建され、この際に作られた多くの仏像を有している。江戸中期には国学において、廃仏論が主張され、月光寺では、宝永3年や正徳年間に鎮守者としていた、下宮浅間神社との鎮守争論が発生し、江戸後期には収束するものの、明治初期に再念し月光寺僧の退去、仏碑や石仏が取り払われた。別当となっていた北口本宮、富士浅間神社においても、所持していた仁王門と仁王像が破却される。首楼の鐘が潰されるなど、県内では、類例の少ない廃仏毀釈の事例となっている。現在、境内は、月光寺公園として整備されており、月光寺住職、山田周法により、昭和32年、1957年、学校法人月光寺学園が設立され、月光寺幼稚園、富士学園中学校、高等学校の敷地になっている。富士山の統廃口として発展した、富士吉田に所在する月光寺は、富士信仰との関わりが強く、戦国時代には、小吉田森組の地に、湧き水が湧いていたことから形状が作られ、関所と合わせて、富士山参詣者の一番札所を置き、吉田口統廃の起点となっていた。江戸時代には、富士講の高政と共に一番札所は徐々に衰退したが、新たに登山門が設置され吉田口統廃の起点となった北口本宮境内に仁王門、首楼等を所持するなど、富士北麓の有力神社の別当寺となっており、鎮守者としていた富士山下宮浅間の祭礼では、月光寺僧による布銀が行われ、境内に月光寺僧による祈願書が置かれた。一番札所をはじめ、富士山、吉田口登山道の要所に札所を構え上府を、頒布するなど、吉田口の富士信仰に大きな利権を有していた。月光寺には多くの重宝が伝来している。開祖の絶学祖能他宝刀国史、三光国史、大円禅寺、春王霊山ら5幅の祖師画像を伝えている。近世紀では、谷村藩主秋元氏が寄進した絵画が多く残されている。ありがとうございます。